おけいとは、けい電気鉄道のイメージキャラクターである。2000年12月に初登場。3年ごとに交代して、2018年11月より7代目が登場した。けいの広報展開。おけいはんは、ケイコさんを意味する近畿方言で、社名のけいと書けたもの。ただし、本来は、最後の音が、アダン・オダン以外の場合、班をつけることはない。また、 歴代 OK は、んファミリーとその仲間たちの名字は、京阪線の駅名が使用されている。名前は、淀谷ヤ子。演じたのは、水野玲奈。2000年12月から出演。京阪沿線のある企業に勤める22歳の OL という設定で、家族は、父、淀ド橋之助。母、淀ド京子。妹、淀ドヤ宮子。また、お京阪の上司として、増スタケが出演していた。 趣味は、京阪沿線スポット巡りで、休日の旅に出かけている。ストーリー性のある設定が人気となったが、お京阪を演じた水野は、しばらくの間、お京阪とばかり呼ばれ、自身のキャラクターが固定化されることに戸惑いもあったと後のインタビューで、述べている。また、CM で流れる音楽も人気となり、中野島由紀の歌う、デマチ流からは2003年5月には、 タワーレコードナンバーテンでランキング1位となった。詳細は、K、京阪特急を参照2003年12月、転勤により後日の2代目に引き継がれる。名前は、京橋稽子演じたのは、江本理恵2003年11月から2006年11月まで出演。初代、淀ドヤの転勤に伴い変わって登場した。24歳の教師という設定で、 おけいはん先生と呼ばれている。平方パーク近くにあるという架空の中学校、平方パーク学園を舞台にした学園ドラマ風の CM となっている。生徒役には、現在声優としても活躍している、すみさいこ、京都先生役にうなばらかなたがいた。名前は、森生司恵子。演じたのは、新納校。2006年11月から2009年まで出演した。なお、新納は、 歴代を京阪では、初めての京阪沿線出身でもある、カモリバー音楽学院に通う学生で、家族がそれぞれ演奏家の音楽一家となっていた、カモリバー音楽学院の名物教授、モーツァルト北浜を、何話のモーツァルトこと作曲家の、木田太郎が演じていた。また、2009年4月からは、吉本工業東京本社所属の芸人である、チャドヤン・マレーンが、 兄の森昌子のエル役として登場した。2008年11月号のピーナッツに、京阪中野島線をアピールするために登場し、お京藩として、初めて他の鉄道会社の情報誌への掲載となった。また、同年10月、中野島線の開業を記念してのイメージソング、始まりは中野島で、歴代お京阪では初めて、歌手デビューを果たした。 同曲の CD は朝日放送系列の音楽会社である中野島リコーズから発売されている。ちなみに、同曲の作曲は木田太郎が手掛けた。同年4月15日の CI 導入と同時に、テレビ CM の最後にサウンドロゴが挿入された。名前は、葛葉恵子。演じたのは、ヒューガチホ。2009年11月から出演。沿線の住宅街に住む大学生で、父、 母、弟の4人家族、父、鉄は、某企業で、部長職を務めるサラリーマン、母、道子は、専業主婦という設定である。2009年10月21日に、名前と演じるタレントが公表され、同年11月より登場した。両親の名前は、鉄道の頭文字を一つずつ取っている。2010年3月、BSTBS 制作の番組、 京都鉄道機構に出演し、同番組を元にした DVD、京阪電車、ヒューガ地方と行く、京阪沿線機構マイナスも、後日発売された。名前は、中野島恵子。演じたのは、あぜたひとみ。2012年11月から出演。約1800人の応募者の中から選ばれた。5代目については、初の公募形式が取られた。 公募の詳細は2012年8月27日に、京阪から発表され、京阪沿線在住もしくは、京阪沿線に関わりや、興味のある10月1日時点で18歳以上の女性を、応募資格として、募集の後、書類や面接選考を経た候補者の中から、一般のウェブ投票の結果も参考にして、選考委員会で決定された。開始のにあたっては、 歴代オケーハンの4名全員が起用されている。最終候補者は6名に絞られ、これを対象としたウェブ投票で、アゼデンは4位であったが、チャレンジする女性を感じさせる、明るさと元気さや、好感度が評価されて選出された。アゼデンは在任後半の2015年頃から女優としての活動を始め、結果としてオケーハンが芸能活動デビューとなった。名前は、 出町龍稽子演じたのは、林真穂。2015年11月から出演。436人の応募者の中から選ばれた。6代目は5代目同様に公募形式が取られ、選考活動は、OK は、検定という検定仕立てで実施された。募集期間は8月11日から9月11日。応募資格は、京阪沿線在住もしくは、 京阪沿線に関わりや興味のある2016年4月1日時点で18歳以上の女性応募にはロザン・ウジ受験式監修のウェブ試験を受けて発行される準急証が必要となった。なお、ウェブ試験は10月20日まで誰でも受験が可能となっており終了の翌21日には回答が発表された。2017年4月15日放送の 鉄オタ選手権京阪電車の陣に出演。ミ期から出町、柳沢案と呼ばれる。名前は三条恵子。演じるのは中川かな、四代目以来となる公募によらない起用となった。2018年11月から出演。軽旅館を稽古の赤岡将、岡将、宮子役として辻洋子も出演。テレビ CM や駅施設などを中心とした広告が広く展開されている。 電車内などの中吊り広告に使用されているロゴマークはカルタをモチーフにしたものとなっている。なお、テレビ CM ではカルタに記載されている文字が横書きで表示されるのみだが2002年に放映されたテレビ CM 初詣編では CM の最後にロゴマークが使用された。朝日放送テレビでは毎週木、金、土曜日の夕方にお計班の CM が放映されているが 同枠はかつて ABC フラッシュニュースを K 班が一社提供していた頃から継続的に CM 放映がなされている。沿線観光資源を活かして京都側での利用を促している近年、K 班は競合しない他社鉄道構内でも京都の観光地へ行くのに自社線を利用してもらうべく広報展開を行っている。K 班の鉄道線は清水寺、擬音、 平安神宮など京都の有力観光スポットへ行ける、優位性をアピールしたものである。他社線から京阪への乗り換えルートを案内することで、大ターミナルに乗り入れていないため、広範囲から利用されにくい弱点を補い、自社線への誘客を図るものである。一例として、近畿日本鉄道不正駅7番線や、近鉄奈良駅1番線などには、京都へ行くなら、お京阪のコピーで掲出され、 乗り換えルートは路線や駅の組み合わせによって適宜対応がなされている。ありがとうございます。